おはようございます。今週は最後の練習の週ということで、変わらず今週も最高に楽しい週間にします。練習行ってきます。今はい、仕事終わりました。今日はちょっと買い出ししてから帰ります。ありがとうございます。いずれにおいても利用できないレベルって判断した人っていう心配はほとんど不要ですね。楽天モバイルの通信回線。おはようございます。今日も最高に楽しい一日にします。練習行ってきます。もう一回やって。わかんないから。もう一回やって。こういったらあかんて。あかんっていう人がいます。ただいま。おい。はい、仕事終わりました。帰ります。出てます。
ングやセールススキルを鍛えられるし。おはようございます。今日も最高に楽しい一日にします。練習行ってきます。どうする？早いマジで。はい、仕事終わりました。帰ります。ただいま。おい、あちこちだよ。こっち見ておはようございます。平日最終日、今日も最高に楽しい一日にします。練習行ってきます。かっこつけてる。かっこつけてる。はい、仕事終わりました。今日はちょっとサウナに行ってご飯に行きます。もう先に行っといて、入っといて。お風呂入ってサウナ入ってすっきりして今からご飯食べてきます。ジンギスカンです。どうも、お疲れ様、高橋くん。ありがとうございます。うん、ジンギスカンでロック。はい、今週も1週間終わりました。まあ、今日で仕事が終わりということで、まあ、次の移籍先を決めるにあたって、まあ、早くから準備したいっていうのもあって、まあ、このタイミングでの退社となりました。まあ、チームの活動も今週いっぱいで終わりなんで、いよいよまあ年末、そして来シーズンに向けてどんどん進んでいくのかなと思います。まあそんな中でもサッカーだけじゃなくて、まあ一人の人間として父親として、成長できるように日々やっていきたいと思います。まあ、とりあえずちょっと今週心配頑張って準備するというわけなんで、回復して来シーズンに向けてちゃんと体も作っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また来週も最後に楽しい一日にします。おやすみなさい。